ガンモドキ。はい、どうも、デビルです。さあ、ということでね、まさかの S スネークだったんですけれども、これは誰が予想できた？まあ、セラフィム説はあったんですけど、その中でのまさか単体で、ね、S スネークが来るとは、思いませんでした。まあ、早速、がっかりする声も多いんですが、まあ、僕は全然歓迎ですね。はい。じゃあね、最速評価をやっていきたいと思います。まあ、あくまで予想になりますので、参考にしてください。スキル1、触るな、無礼者なんですが、クールタイムが24秒ですね。中距離にいる敵に連続でダメージ与えると。はい。で、一定確率で石化状態を付与ですね。これ、韓国と同じです。で、付与できなかった場合は、ぶっ飛ばすということですね。で、こちら注目ですね。はい。ダメージ減少無視。ロジャー対策ですね。これはね。はい。で、これ、スキルの目玉がですね、攻撃した時に、敵に多分ダメージ与えた時に、敵から付与された状態異常解除するのと、さらに、3回ダメージを受けなくなると。はい、これ、アルベルと同じあの能力です。はい。しかもこれ、アルベルはジャスト回避って条件がついてたんですけれども、これなんとスキル打って攻撃当てたらもう3回ダメージ受けないみたいな感じでね。まあでも赤犬に近いかもしんないね。うん、赤犬の猛化状態。うん、あれも3回ダメージ受けないんで、まあそれに近いかなと思います。で、続いてスキル2がメロメロメロウですね。これがまず無敵スキル。はい、もう超フェスには欠かせないね。無敵スキルね。はい、で、これ遠距離にいる敵に一定確率で石化状態を付与すると。さらにぶっ飛ばしでダメージというところです。で、これがね、やばいのが、ダメージ、ゲッターに対してのダメージが増加するんだけども、これ 100% 増加ですね。はい、やばい、これ。だから、ロジャーがやばい。しかもこれ、ダメージ減少無視なんで、ダメージ減少無視した上で、ロジャーに対して攻撃力2倍でいけるってことよ。ダメージが2倍付与されるってことなんで、これね、軽々のさ、鉄球バーって回すやつでさ、ロジャーってワンパンされるじゃないですか、あれよくね。あれの、もう、あれです。はい、あれ。はい、もう、あれより強いかもしれない。もしかしたら、ワンパン性能が半端ない、はい、こちらスキルとなっております。ロジャーお疲れ様でした。はい、ではキャラ特性に行きましょう。まずね、はい、50% 超過ついてますね、今回もね。うん、で、これ、プラスアルファでやばいのがありますね。これ、通常攻撃で、1段目長押ししたら、2段目に移るんですけれども、それが変化して、なんと自分から一番遠いお宝エリアに移動すると、自分のチームのね。はい、これ、ノーランドとか桃の助のスキルとなんか似てるんですが、まあ、それがなんと、スネークはこれ、通常攻撃でできてしまうということですね。はい、他の人たちはね、これスキルでできてたものが、なんとめちゃくちゃお手軽に通常攻撃だけでできると。これが結構やばいですね。はい。で、特性1は、お宝エリアにいるとき、よろけずぶっ飛ばされない、かつ、状態異常無効。はい、これ来たね。状態異常無効はもう必須だよね。うん、ノーランドと同じ特性ですね。こちらはね。はい。で、敵からスキルで攻撃されたときに、攻撃力解除、かつ、攻撃力を 30% 減少。これも地味にいいですね。で、お宝ダッシュされ始めただけでスキル1のクールタイム短縮ということで、いいね、いいね、素晴らしい。で、特性2で気になるところでいくと、パラメータ増加中の敵に攻撃されたら強化状態解除。はい、これでシャンクスもなかなか迂闊に手が出せないということになりました。はい、ではここからは環境の変化について予想していくんだけれども、まあ、このね、S スネーク、これまでのどのディフェンダーよりも基本的にこういう感じで旗の中にいるようなディフェンダーになると思います。まあ大体のディフェンダーが実はまあそうなんですけれども、よりそれが強くなるかなっていう感じですね。っていうのも、まあ通常ね、2段目で、遠い旗に移動できるっていうのが非常にでかくて、もうなんか気軽にさ、お使い気分で旗行けちゃうっていうのが、まあめちゃくちゃでかいよね。うん。だから、スキルとか使わずに、まあ旗の中に行けちゃうんで、もうパパーってね、いろんな旗に移動できるっていうのが超強いところだと思います。で、気になるのがやはりロジャー環境がどうなるかっていうところなんだけど、まあね、僕的には、ゲッターそのものがかなり減ると思ってます。はい。で、ロジャーはただ、まだトップか、まあトップ3にはまだ残るかなっていう予想ですね、僕的には。うん。ただ、
キドロに抜かれる気がする。うん、キドロの方がちょっとロジャーよりも上を行くんじゃないかなと思いますけれどもね。はい、結構ねバランスがかなり取られる環境になると思ってますね。なんかもう今までのそのゲッター環境ではなくなるかなと思います。それぐらいね、なんかディフェンダー的には破壊力のあるキャラクターが出たかなと、はい、思っております。まあ間違いなくロジャーは減るだろうね。うん、っていうのもさ、これね結構実は今までロジャー対策キャラって出てるじゃないですか。戦闘丸だったりカルガラだったり、パシフィスタだったりね、出てるんですけど、まあ特に最近だとまあカルガラとノーランドとか、まあ思い浮かべていただけると非常にわかりやすいと思うんですが、まあ確実にこの二人ってロジャー対策ですよね。はい、で S スネークに関してはこのカルガラとノーランドを2体ガッチャンコしたようなキャラなんですよ。うん、ノーランドみたいにまあ超過もできるし、しかも気軽に旗飛べる。だからここら辺はノーランドより超過してるんですけど、旗飛べる性能があって、しかもカルガラみたいなワンパン性能を備えている。うん、ダメージを2倍、ゲッタに対して与えるっていうね。はい、なので、これガッチャンコしてさらにちょっと性能を上げたみたいなキャラクターになってるんですよね。もう本当にね、特性見る限りそんなにこう、穴という穴はなかったように思えるんですが、まあどうでしょうね、今のところはまあちょっとだけ耐久性が心配なところがありますね。耐久性が心配なのと、あとはまあ旗の一番遠くに飛べるってことは、あの近くはそんなにすぐ行けないのかなって考えました。まあもちろんね、次の旗はすぐ行けると思うんだけど、例えばまあ C 旗とかね、 A 守った時の C 旗とかはちょっと距離がね、魚人島とかは特に距離があるので、まあそのあたりをすぐ行けない可能性もあるかなと。はい、そういうところがまあ穴っちゃ穴、うん、穴っちゃ穴かなって感じですね。でこれ環境的に誰がこうね上がってきそうかっていうところなんですが、まあ先ほども伝えた通りキドロ、まあ特にローですね。ローはやはり状態上無効がついているのと、あとダメージ減少という特性ではなく、キドロー全般的には防御力増加っていう特性がついているので、ダメージ減少無視である、この S スネークの特性は発揮できると。うん、そこは聞きませんよね。うん、っていうところがまあ生き残れるんじゃないかなとは思ってますけれどもね。まあでもきつくなるかな、うん、ゲッターは結構きつくなるかなと思います。はい、で僕的にはもうこれ絶対上がるっていうのは一人いますね。はい、ニカです。ニカ、うん、ニカ、まあゲッターが全体的に減っていくと考えている中で、まあその分ね、ニカってオールラウンダーでやっていけるし、しかもねスネークに対してこれ得意属性なんですよね。そもそもまあ緑と青で、緑の方が有利っていう得意属性であり、さらに状態異常効かないんで、もちろん石化状態効かないからね。はい、そのあたりがね、やっぱりこれ原作通りなんかうまくやってんのかなーってちょっと思ったところですね。はい、なのでもしかしたらニカがトップになる可能性もちょっとあるんじゃないかなと思ってます。ニカとセラフィムがトップ環境みたいなね。どうでしょうか皆さん。これ結構面白いんじゃないですかね。あとはね、ちょっとダークホース的に言うと、地味にカラスとかどうかなと思ったんだよね。カラス、得意属性の緑だし、遠距離攻撃で、なんかさ、旗の外にいながらパチャパチャパチャって、なんか、パチャパチャって。できたりするんじゃない？うん、あれでなんか、ちょこちょこ小づけばさ、なんか、いい感じに体力減らせるんじゃないかなとかって思ったんだけど、まあ、そんな甘くないだろうね。はい。ということで、僕的には、まあ、ニカが上がると、まあ、予想します。まだね、やっぱやってみないとこれわかんないんでね。うん、とりあえず予想でございます。はい。ということでね、まあ、S スネークはマジでかなりね、本当に予想外だったんで、ちょっと裏切られて嬉しい反面、ちょっと悔しいっていう感じがあります。タナピーさんやられました。ちなみにさ、超フェスが発表される前に、結構ね、まあ、気になることを、タナピーとか青ピーあたりが言ってたんだけど、まあ、皆さんそのあたり見ましたかね？まあ、全部が全部ね、見てる人いないと思うんで、ちょっと僕の方でね、情報まとめますんで、ちょっと発表させてもらいますね。はい。まず、一つ目気になったのは、来年のエイプリルフールキャラがもう実は決まっていると。いうとこですね。早いね、相変わらずバウンティーラッシュ。もう、まあ確かに、以前のね、生放送の時に、もう1年ぐらい前から、まあ次のね、実装については企画してあると、はい、言ってたんですけれども、もう、さすがにエイプリルフール決まってるとは、素晴らしいですね。で、これが誰なんだっ
っていうところがね、うん、楽しみですけれども、まず一つ確定したのは、エイプリルフールに、今回、てか来年は必ず新キャラが出ると。はい、これはもう確定したということは、伝えておきますね。はい、これタナピやっちゃったんじゃないの？大丈夫、タナピ。まあね、ここはね、何が来るか楽しみにしておきましょう。はい、そしてですね、もう一つ情報がございまして、ダッシュ祭ですね。はい、超ダッシュ祭が8月の10日11日に開催されますということで、はい、来ましたね、今年もダッシュ祭。僕、去年出ましたけれども、もう出たくないかな。めちゃくちゃ辛いのよ、ダッシュ祭って。本当にめちゃくちゃ辛いのよね。うん、なので、ちょっとね、時間がね、もうね、一日中ある時しか出たくないかなって感じなんですが、まあ、ここでね、重要なタナピーの発言がございました。タナピーは、まだお伝えできないけども、ダッシュ祭以外でも当日会場の人が楽しめるようなコンテンツを用意してますと、はい、言ってたんですね。はい、これはおそらく生放送のことだと思います。はい、もうどうせね、配信でダッシュ祭のバトルの様子がね、放送されるんですよ。で、その後にね、新キャラ発表だったんですね、去年の流れが。そこでキドロが来たんですけれども、もうね、この時のね、感動僕めちゃくちゃ覚えてます、まだ。会場でね、キドロ発表見てたんですけどね、めちゃくちゃ感動しました。で、今年も同じ流れでこれがあるということなので、なので確定的になって、ってきましたね。8月10日11日あたりでもう超フェスが出ますと、はい、言ってるようなもんなんでね、これはね、うん、ここでもう超フェスが出るでしょう。ちなみにエントリーは5月29日からね、もうそろそろあと1週間ぐらいですか、始まりますので、もしね、出たいという方はですね、ぜひエントリーしてほしいんですが、まあ、先ほど伝えた通りめちゃくちゃきついです。上位16チームね、まあ、ほぼランカーにならないと、勝てないというかね、通り抜けられないと思いますのでね、出られる皆さん、心してかかってください、ダッシュ祭は。よろしくお願いします。じゃあねー。Sスネークが出たってことは、他のセラフィルも超フェスなのかい。超フェス、超フェス。